ノースカロライナ、フランクリン・ノースカロライナに着きました。やっぱりものすごい雨が降っていて泥沼状態で、フランクリン・ノースカロライナのジェムショーはいつもこれからまたもっと大きなメインのテントに行きますが、ここいつも初めにストップするショーのロケーションで、いつもは本当にみんなテントがオープンで太陽が照っていて暑いくらいの5月ですが、真っ暗、中も真っ暗、そして人もあまり歩いていないし、車もあまりいつもより空いています。でもいろいろ便利、ベンダーさんに聞いてみたら、雨が降っていても嵐でも相変わらず、繁盛しているようです。ここはいつも私が必ず立ち寄るブラジリアンクォーティやモロッコのセレナイト、アメジストなどがたくさんある。ヒマラヤランプもどこよりも安いテントです。まだ雨が降ってますが、ここがフランクリン・ノースカロライナ、このホールセールオンリーのジェムショーのメイン会場、メインロケーションです。中は本当に広いんだけれども、今日はやっぱり大雨が降っていて、あまり人もいなくて、車も簡単に止める場所が見つかって、なんか殺風景な感じがします。今日も太陽が照っていなくて、でもテントがずっと広がっていて、ずっとこうやって広がっていて、これがメインの会場です。やっと1日目のジェムショーが終わり、モーテルに着きました。カロライナモーテルというレビューがとっても良かったので、ここにしてみました。フランクリン・ノースカロライナはほとんどホテルもモーテルもここら辺、この町にはなく、本当に10軒ぐらいのホテルまたはモーテル、インなどがあって、ここはものすごくレビューが良かったので選んでみました。これから部屋に、お部屋は思ったより大きくて綺麗でした。本当に普通のホリデーイン、普通のホテルよりもお部屋は全然大きく綺麗です。マウンテンビューということで、ここの窓からマウンテンなんでしょうか、これは。でもとても綺麗な自然が窓から見えます。おはようございます。今これからホテルを出ます。モーテルですね、モーテルを出ます。ちゃんとこじんまりとしているけれども、とってもあれ綺麗なモーテルで、アメリカンスタイルのコンチネンタルブレックファストがついています。とっても綺麗にこうやってコンチネンタルブレックファスト、フレンチトースト、ホットブレックファストと言ってもいいかもしれません。ブリトー、ソーセージ、エッグブリトーやマフィン、ベーコン、シリアル、紅茶がちゃんとマイクロウェーブトースターがセットされていて、本当に小さなモーテルだけれどもとっても綺麗にされています。ロビー、フロント、ジュエリーなどがフロントで売っていて、満足のステイでした。